立憲民主党代表自らデマを流し、批判さとウクライナで6日に立憲民主党の泉代表がラジオ日本の番組においてウクライナも日本に攻撃型兵器を求めるより日本の事情を理解して民政支援を要請してきているなどと発言されてしまいウクライナは日本に防空システムを要求しているのに 無視しししててているなどとの批判が殺到まししまっておりますこちら、事実といたしましては、ウクライナ側は正式に少なくとも4回は、日本側に防空システムが欲しいと要請しており、泉さんの主張は事実に反するものと思われますが、まあ、もしかしますと、この防空システムがですね、まあ、敵の装備を攻撃する兵器であることを、まあ、理解されていない恐れもございますが、まあ、直近では、 2月27日に駐日ウクライナ大使が記者会見にて防空システムについて日本に武器輸出の制限があることは理解しているがドローンやミサイルから文民説や人を守るためのもので人道支援に当たると思っている日本側にも我々の希望を伝えているなどと説明されておられます。現状日本政府は 日本の防空ミサイルをアメリカに輸出し、アメリカはアメリカ国内の在庫をウクライナに提供するという形で間接的に支援しておりますので、立憲民主党の皆様には、自らの主義主張を優先するために、事実をねじ曲げないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。